毎度、徹子です。韓国政府は医療改革をゴリ押しで進めようとしているんだけど、それに医療業界が真っ向から反発して大変なことになっています。妥協を知らない両者が激突した結果、最悪の展開になりそうです。ニュースの詳細。28日、チェ・デチブ会長はソウル辰山区の医協臨時会館で記者会見を開き、私たちの要求が受け入れられない場合は、9月7日から第3次の全国医師ゼネストへ無期限日程で突入する政府の早急な態度変化を促すと述べた。特にチェ会長は保健福祉部の選考委10人の告発と最近の公正取引委員会の告発は不当な公権力の暴挙、利用できる全ての方法で対応すると述べた。開業医中心の医協は医科大学の定員拡大、公共医学部設立、非対面診療の育成、漢方調剤薬給与化モデル事業など4つの医療政策の撤回を要求し、8月14日に1次ゼネスト、26から28日に第2次ゼネストを進めた。とのことです。あかん。政府の医療改革に反対するために、新型コロナの新規感染者が拡大している真っ最中に、医者がストライキをするって理解できません。普通に考えてありえないことなのですが、貿易先進国では当たり前のことなのかな。医者の行動も問題だけど、新型コロナで大変な時に文大統領が医者を増やすなどと人気取りの思惑で軽い発言をしたことが一番の問題です。それにデモに参加した医師たちに向かって戦場を離脱する脱走兵と同じで厳罰に処すると発言したことも火に油を注ぐことにつながったんじゃないかな。どんなことでも相手を怒らせることに関しては世界一の腕前ですね。今回の件は口先だけじゃなくて、保健福祉部は26日に発動した業務開始命令にもかかわらず、医療現場に復帰しなかった首都圏の専門医1000人へ10人を医療法違反の疑いでソウル地方警察庁に告発しています。韓国労組は自分たちの要求に応じない限り、業績が悪くなって倒産しそうになってもストライキを続けます。これは医療界も例外ではないみたいですね。一方の文大統領も、誤りを絶対に認めない独裁政権。妥協をしない両者が向かい合った結果、どちらかが破滅するまで喧嘩は続くんじゃないかなって思います。ほんで、総合病院のインターンとレジデントなど選考医で構成された大韓選考医協議会大選協は、21日から無期限ストを続けています。大選協は、30日に、団体行動を暫定中断するという案件をめぐり投票を行いました。その結果、賛成39票、反対134票、棄権13票となり、無期限スト継続に 68% の賛成しています。しばらくの間無期限ストを続けるという方針が決まったので、韓国の医療空白はかなり深刻になりそうです。無期限ストに突入後、外来診療業務を本格的に縮小する動きを見せています。医療界によると、ソウル大学病院内科が外来診療の縮小を公表したので、他の病院でもこのような対応が広がっています。新型コロナの患者はたくさんいるのに、誰が治療するのでしょうか。こちらが韓国の反応です。こんな時に医師と喧嘩をする必要があるのですか。ストライキをしなきゃいけないのか。現代社の貴族労働組合は、会社が難しい時に必ずストライキをする。新型コロナで危機的状況なので、政府はナンセンスな政策を撤回してください。国民のために地方医療を改善することはダメな政策なのですか。韓国で医師をするのが嫌なのであれば、他の仕事を探すか、他国に移住してそこで医者をしてください。辞表を出さずに医師免許を返上しましょう。政府はコロナのこの時期に問題を起こす政策を撤回して、危機を超えた後に良い政策を持ってきて議論しなさい。政府は事態を悪化させておいて、医師たちだけに責任を押し付けている。医師たちをサクッと調査して、製薬会社や医療用品を納品するところから、リベートや接待を受けたことがただ一度でもあれば免許を永久剥奪しよう。応援しています。政府が政策を撤回すればいいだけです。なぜ医師のせいにするのですか。辞表を早く処理して医学部増員をすぐに処理しなければいけません。患者を人質にして
政治的に国民を利用、扇動する専攻医が専門医になったら、患者をお金としか見ないだろう。免許はすべて取り消してください。ムンジーンは意図的に戦いを仕掛けている。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。